ひろこ、今夜は何してる？よかったらパーティーに参加しない？え？パーティー？そうそう、俺たちホストが主催するパーティーなんだけど、ひろこは特別。顔可愛いし、ほんと特別。タコトにそんなこと言われるなんて嬉しいな。でもコロナウイルス大丈夫かな？なんかジャニーズの足腰くんがパーティー主催して暴動とかなってたけど。ああ、大丈夫大丈夫。アルコール除菌もしてるし、そこまで大規模じゃないから。濃厚接触はするかもだけど。タカトと濃厚接触できるなんてもう最高じゃん。俺以外にもイケメンたくさんいるぜ。金さえあれば誰でも選び放題。資産家の娘でよかった。他誰か誘いなよ。千尋ちゃんとかどうかな。あの子も可愛いよね。可愛いけどちょっと硬いよ。硬いって？パーティーとか来ない人だと思う。ホストだって私が無理やり誘ったし。そっか。でも一応声かけてみてくれないかな。わかった。連れてきてくれたらキスしてあげる。絶対連れていくね。期待してる。詳細は後でまた送るから、それ見て会場まで来てね。はーい。あ、それとコロナ手当知ってるか？何それ、給付金のこと？それとは別の話。コロナに感染したら国から10万もらえるって話。え、マジ？うん。今はまだ新宿区だけだけど、これ使わない手ある？ないない。まあ広くからしたら大したことない金額だろうけどな。そんなことないから、普通に10万欲しい。どうせかかるならタカトからもらいたい。ああ、じゃあ今日は俺と濃厚接触するか。うん、絶対する。ごめんタカト、千尋に速攻で断られた。そっか、まあいいや。先輩には俺から謝っとくわ。力になれなくてごめんね。いいよいいよ、誘ったの直前すぎだし、ひろこだけでも嬉しいよ。俺今日はひろこと飲み明かしてホテル行きたいな。え、もう最高なんだけど。もう今からやばい。一緒にコロナ感染しようぜ。俺たち若者にはただの風邪だし。だよね、かかっても絶対大したことないよ。検査も一緒に受けたいな。うん、一緒に行こう。もしかかったら店からも保証出るかも。何そのダブルパンチ、最高じゃん。だろだろ。まあめったにかからないだろうけどな。だろうね。だって私満員電車結構乗ってるけど、全くコロナかからないもん。絶対ただの風邪だよあれ。確かにそうだな。じゃあ今日のパーティーも問題なし。そうだよ、それより早く会いたい。今から会おうか。いいの？いいに決まってるじゃん。俺らもうそういう仲だろ。やばい、昨日のパーティーでやらかしたわ。え、もしかしてタカトも？最初は二日酔いかと思ったんだけど、呼吸が苦しくて今も息しづらい。待って、私も同じなんだけど、これってもしかしてコロナ？わからない。でもこれがコロナなら結構やばい。病院行く？私それどころじゃないかも。すごいしんどい。立って歩けるか不明。ねえ、これやばくない？病院行きたい。親に言えば。言いたいけど感染経路バレたら怒られるかも。確かにそうかも。どうしよう、助けてよタカト。俺も助けたいけど全く頭が機能しない。とりあえず今日は仕事休んだ。ダメだ、すごく辛いよ。パーティーなんか行くんじゃなかった。本当ごめんな。こんなの10万の苦しみじゃない。今調べたら後遺症で肺炎になるの。やだやだよ、このまま肺炎の体と向き合わなきゃいけないの。